野口です。今日はね、岩手でとうとうね、あれの感染者が出ました。いやもう実はね、もうこれはもうこんだけね、もう強盗キャンペーンとかいろいろこうやってもうね保険が行ったりもうしてるわけであってね、もうそれはもう出なければやっぱおかしいでしょ、うん、いやだけどね、本当ね、今日はまたね、もうあれの感染者がね、もう1日あたりね、もう1000名越したということでね、ああもうなんかね、もう悪い方に向かっていってますよね。もう本当ね、全てがもう悪循環だと思いますよね。だからやっぱりね、もうこれは本当ね、もう当たり前ですけどもね、外を出るときはもうね、もうマスクをしてですね、もう帰ったらもう手洗いうがい、まあ本当ね、もうできたらもう自分が着てたものはね、もう消毒液でも消毒してですね、あともうドアノブとかいろいろ触るでしょ、ドアノブもね、もう消毒で、ましてやこのスマホもですよ、スマホなんかでもこうやっぱ触ってるわけじゃないですか、スマホもやっぱもう消毒ね。だからもうそうやってもう自分で自分の身を守るのはもうね、もうこの予防対策はこれしかないと。でまあ本当ね、日本で唯一残っていたあの岩手県がね、とうとうもう出てしまいましたけど、まあね、これからはもうね、この感染者はどんどん増えていくと思います。もう戦うしかないですね。もう戦いましょう。はい。